次世代トランジットサーベイトは地上でロボットによる太陽系外惑星を発見するためのプロジェクトである。この施設はチリ北部のアタカマ砂漠のパラナル天文台にあり、エ a ソの超大型望遠鏡から 2km、ビスタ望遠鏡から 0.5km 離れている。事業は2015年から開始された。想定観測はチリ、ドイツ、スイス、イギリスの7つの大学や、 他の学術機関のコンソーシアムによって行われている。プロトタイプは2009年と2010年にラッパルまで2012年から2014年までジュネーブ天文台でテストされた。NGTS の目的は死闘級が13までの比較的明るく近い距離に位置する構成の周囲を肯転しているスーパーアースと海洋星型惑星を発見することである。惑星が 構成の前を通過するとき構成が減少する現象を捉えるトランジット法が使用される。NGTS は配列された市販の0.2メートル望遠鏡で構成されており、それぞれ600から900ナノメートルの歌詞及び近赤外線で動作する CCD カメラが装備されている。96平方度の視野で全点の約0.23%をカバーする。 NGTS はスーパーワスプで得られた経験に基づいて構築されており、非常に小さな視野でありながら、より精度の高い検出器、より洗練されたソフトウェア、より大きな光学系を使用している。当初のケプラー宇宙望遠鏡の領域である115平方度と比較すると、4年間で毎年4つの異なる領域を観測する予定のため、 NGTS でカバーされる空の面積は16倍となる。これは、ケプラの K2 ミッションに匹敵する。NGTS は、テス、ガイア計画、プラトー等の宇宙で観測を行う望遠鏡で検出された太陽系外惑星候補の地上から行う速攻フォローアップ観測に適している。次に、ハープス、エスプレッソ、VLT スフィア等のより大きな機器が、 NGTS の発見を詳細に特徴を付けて、追跡し、ドップラー分光法を使用して、質量や密度を測定し、惑星の分類が決定する。この詳細な観測により、地球サイズの惑星と、巨大ガス惑星の間の間隔を埋めることが、可能である。他の地上からの観測プロジェクトでは唯一、木星サイズの系外惑星を検出することが可能で、 ケプラーが発見した地球サイズの惑星が遠すぎることが多いが NGTS は広い視野により明るい恒星の周囲に存在するより巨大な惑星を多数検出することが可能である。メディアを再生する次世代トランジットサーベイは恒星の周囲を公転している太陽系外惑星を探索する。惑星が恒星の前を通過する際、検出できる恒星の光がわずかに暗くなる。 この連続した低速度撮影は月の下でのテスト中に取得された。スーパーワスプやハットネット等の太陽系外惑星の地上観測では主に土星や木星サイズの巨大ガス惑星が多く発見された。高野ケプラー等の宇宙観測ではスーパーアース及び海洋星サイズの太陽系外惑星を含むより小さな惑星も発見された。 宇宙での観測は、地上での観測よりも高精度の高精気度の測定が可能であるが、空の探索領域は比較的狭い。残念ながら、ほとんどの小さな惑星候補は、ドップラー分光法で確認することができない。したがって、それらの小さな惑星候補の質量は未知であるか、制約が不十分なため、蘇生を推定することが不可能である。NGTS は、 宇宙観測でカバーされる領域よりもかなり広い領域で、スペクトロ分類が K と M の小さく温度が低い、明るい恒星の周囲を肯転する、スーパーアースから海洋性サイズの惑星に焦点を当てることにより、超大型望遠鏡 VLT、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、欧州超大型望遠鏡等の望遠鏡による、詳細な調査のための主要なプロジェクトになることを目的としている。 大きな恒星の周囲を公転する小さな惑星よりも大気蘇生、惑星の構造、進化の点でより簡単に特徴づけることができる。大型望遠鏡による追加観測では NGTS によって発見された太陽系外惑星の大気蘇生を調査する強力な手段が利用できるようになる。例えば2番目の日食の際、恒星が惑星を覆い隠すとき、 トランジット中とトランジット外の流動を比較することによって惑星の熱放射を示す差分スペクトルを計算することができる。惑星の大気の透過スペクトルの計算は惑星のトランジット中に発生する恒星のスペクトルの小さなスペクトル変化を測定によって得ることが可能である。この手法は非常に高い SN 比を必要とし、 これまでのところ HD189733B やグッチョブ 1214B 等の比較的近くの明るい恒星の周囲を肯転する少数の惑星にのみ適用されている。NGTS はこのような手法を使用して分析可能な領域の惑星の数を大幅に増やすことを目的としている。予想される NGTS のシミュレーションにより、 VLT による詳細な文法分析に適した約231の海洋性サイズの惑星と39のスーパーアースサイズの惑星を発見できる可能性が明らかになった。NGTS の科学的目標には13等級で1マグの精度で惑星の通過を検出することが必要となる。地上ではこのレベルの精度では教師や観測で可能であったが、講師や調査では 前例がなかった。この目標を達成するために、NGTS 機器の設計者は、WASP プ,プロジェクトからの広範なハードウェアとソフトウェアを利用し、プロトタイプを2009年と2010年にラパルまで、2012年から2014年まで、ジュネーブ天文台で多くの改良を経て開発された。NGTS は、独立した赤道マウントに12基の20センチメートルの F。 2.8望遠鏡を採用し、オレンジ色から近赤外の波長で動作する。地理のヨーロッパ南天天問題のパラナル天問題にあり、水上気量が少なく、速攻条件が優れていることで知られている。NGTS プロジェクトは、エ s ソの超大型望遠鏡と密接に連携している。フォローアップ観測に利用できるエ s ソには、ラシーラ天問題にある、高精度のハープスが存在する。 エスプレッソは VLT での視線速度測定用である。スフィアは太陽系外惑星を直接撮影する VLT のコロナグラフ及び保証工学システムの施設である。VLT と計画されている EELT で大気の特性評価を行う。NGTS はパラナル天文台にあるが、実際にはエ i ソによって運営されているわけではなく、チリ、ドイツ、スイス、 イギリスの7つの学術機関のコンソーシアムによって運営されている。2017年10月31日に、光転周期が2.65日の NGTS-1 の周囲を光転する木星サイズの太陽系外惑星である NGTS-1B が発見された。主星は太陽の質量と半径の約半分である M 型 Y 星である。 ウォリック大学のダニエル・ベイリス及び NGTS-1B の発見を説明した研究者は NGTS-1B の発見は私たちにとって驚きでした。そのような巨大な惑星はそのような小さな星の周りに存在するとは考えられていませんでした。これらのタイプの惑星が銀河系でどれほど一般的であるかを知るために、そして新しい次世代トランジット調査施設で 私たちは、まさにそれを行うのに、十分な場所にいます。と述べた。2018年9月3日、光天周期が1.34日の13等級の、K 型 Y 星の周囲を光天する、海洋星サイズよりも小さい惑星、NGTS-4B が発見された。NGTS-4B は、質量が20.6プラスマイナス 3.0M。 半径が3.18プラスマイナス 0.26R で、ネプトゥーニアンデザートに位置しており、惑星の平均密度は3.45プラスマイナス0.95グラムマイ立方センチメートルである。各年の発見数の推移と累計発見数の推移。次の一覧は、太陽系外惑星エンサイクロペディアのデータと、太陽系外惑星データベースに基づく。 2021年3月19日時点で17個の惑星が発見されている。n g t s 7アブ、NGTS-19B は褐色矮星である。ありがとうございます。